はい。えー、ついてですね、遠近見ていただきたいんですけども、これ1、2、3、4、5個、5つのレイヤーで成り立ってますけども、はい、一番手前が、えー、こんな感じで、濃い画像が来ています。これね、こう、ただ回転してるだけなんで、あんまり、変わらないんですけども、だんだんと上に行けば行くほど、明度が上がってる、明るさですね。明るさの値が当たってるって形になります。そうすると、まあ、目の錯覚というかですね、こういうふうに、まあ、遠近が見えやすい。 わかりやすいっていう形になるわけです。はい。まあ一番手前にあるものが一番濃く、まあこうインパクトのある色になってますね。そしてだん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 明るくなって薄れていくような形になっています。で、もう一個ポイントは、まあ手前と後ろ見ていただくとわかるんですが、こういった形でブラーがかかってるわけですね。だんだん前に こうなってるのが、後ろに行けば行くほどブラー効果が出ていって、まあこうモわーンとして見えてるよっていった形になります。まあ本物のカメラでもね、よく山とか撮ると手前にもし人がいた場合なんかは後ろがぼやけるといった感じと同じで、まあどこにピントが合ってるか。まあこう目で見ても、例えばこうもやもやで一番背景が白になってるっていうのは、まあ空の色みたいな形で、まあこういう風うに溶け込んでいく。 もうちょっとこれ白くてもいいかなと思うんですけども、溶け込んでいくような、えー、そういったような効果もある、えー、あったりします。でですね、この遠近なんですけども、えー、ちょっと今回フライディッシュをですね、カスタマイズして、ちょっと解説していきたいと思います。はい、じゃあ実際ですね、ちょっとこちらの方、色とですね、ブラーの方をかけていきたいと思います。まず一番手前ですね、はい、ここの色なんですけども、はい、ここからですね、はい、本色からこういう風に選んでいただいて、一番濃い色を選びます。 はい、こんなような感じですね。で、2番目、今度お皿ですね。お皿の前後の後ろのお皿。はい、こちらの方ですね。今度は少し明るめの色にしちゃいましょう。はい、こんな感じでします。でですね、一番ここにある、はい、この最後のですね、一番後ろの部分。これももっと明るくしちゃおうということで、こうします。はい、そしてラスト、背景。 背景はもう白にしちゃいましょう。白に近い色ですね。こんな感じにしちゃいましょう。はい。そうするとですね、だいたいこういう感じのが確認できると思います。濃い、まあ、ちょっと明るい、かなり明るい、明るいみたいな形の色合いですね。こういったのが確認することができます。はい。続いてですね、ブラーです。ブラー効果をですね、最初はなしにしまして、2個目。はい。ここでは、ブラーのガウスをかけてあげます。 じゃあ、どのくらいにしようかなということで、よいしょ。10ぐらいにしようかな。10!12? はい。こんな感じでぼやかしてあげます。これぼやけましたね、少しね。はい。そして3番目。こちらの方にも同じように、ブラウのガウス。これちょっと大きさがさらに遠くなってるので、30ぐらいにしましょう。はい。結構かけました。まあ、あんまりね、わかりにくいと思うんですけど、この辺になってます。はい。 これでまず下地が出来上がって、あとはこう付け足していくような形になると思うんですが、はい。こうするとですね、えー、分かれ、まあこれちょっと手前にもかけてもいいかなと思うんで、これもちょっとかけましょうか。これも10ぐらいかけましょう。はい。そうするとぼやけますね。あとは、えー、S、はい、これ。これはここのぼやけよりも、えー、さらにぼやけてないといけないので、えー、さっきが30だったんで、25ぐらいかな。ちょっとそれでかけてみますね。 はい、25。はい、ボケました。で、これで見ていただくとわかるんですけども、遠近感が、まあ、先ほどの作ったものよりも出るというような形がわかると思います。動画制作もやってるよ。